脱ハンコの話題です。菅内閣は行政手続きにおけるハンコの廃止を進めています。静岡選出の上川陽子法務大臣は婚姻届や離婚届の押印についても廃止する方向で検討していることを明らかにしたんですね。はい、脱ハンコについては様々な声が上がっています。婚姻届のこととか、離婚届の押印のことも含めまして、さまざまな行政手続きがございますので、その押印オンライン化ということで検討を進めているところであります。先週、婚姻届と離婚届の押印の廃止を検討していることを明らかにした上川陽子法務大臣。現在、婚姻届と離婚届には夫と妻に加え証人2人の押印が必要ですが、法務省はこれを廃止しオンライン化を進めていくというのです。どうですか、ハンコなくなっちゃうことについて。寂しいですよね。だって今までずっともうハンコしか知らない。両方やったらどうですか。別にないならないでいいんじゃないですか。時と場合によりますけど、やっぱ婚姻届の時とか、やっぱそういう大事な本当に生涯って時はやっぱり必要なのかなとは思います。実際に婚姻届を提出する市役所を訪ねると、今日婚姻届を出したばかりというカップルの姿が。どうでしたかね。やっぱ押す瞬間やっぱちょっと緊張で手が震えたんですけど、やっぱ印鑑押した方がやっぱ実感は湧くんじゃないのかなっていう。なんか印鑑なしだとちょっとなんか何ですかね、物足りないっていうか。今後もあった方がいいですか。まあ、僕らはあった方がいいと思います。廃止の動きを惜しむ声も多い婚姻届の押印。オンライン化が進めば市役所を訪れる必要もなくなります。市役所の一角にあるこちらのコーナー、婚姻届提出後、ここで記念撮影をする夫婦も多いということです。脱ハンコ化が進み、提出がこの先オンライン化となれば、ここで記念撮影をする夫婦も少なくなるかもしれません。私たち市民の手続きでも進みそうな脱ハンコ化。で、私どももデジタル化を、この、県庁を挙げて、あるいは県全体を主導する形でですね、進めていこうという中で、押印で廃止できるものはできる限り廃止していこうと。もちろん行政デジタル化の一環の中で、ここのところは議論をスピード感を持って議論を進めていきたいというふうに思っています。婚姻届や離婚届以外にも押印を見直す動きは広がりつつあります。こちらの窓口で提出されるような、申請書について押印の廃止を検討していきます。これから前兆に、押印、どのような書類に押印をしているかの調査を行い、でその中を見た中で、押印廃止できるものを検討して、できるだけ押印の廃止をしていこうと思っております。こうした突然ともいえる激しい脱ハンコの流れには異を唱える人たちも。拙速にハンコをなくしデジタル化を進むということが社会にどういう影響を与えるのか、10万人と言われる業界の皆様の立場にも立つ必要があるのではないでしょうか。先週、自民党本部で開かれたハンコ議連の総会には、国内有数のハンコの産地、山梨県の知事も駆けつけ、風評被害を訴えました。押印の省略をですね、ハンコの廃止、こういう短絡的な言葉遣いを、されることによりまして、私どもの産地にとりましては、大いなる迷惑を、被っているところであります。県内のハンコ店も危機感を募らせます。どうですか、脱ハンコへの流れ。大反対ですけれどもね。だって簡単に結婚できるし、簡単に離婚できちゃうじゃないですか。結婚ってこの人生の節目じゃないですか。なんでお互いにね、これから奥さんをね支えてのために一生をね
使っていけるかとか、奥さんの方は奥さんで一生この人を支えていけるのかっていうのを考えながら押すのがハンコなんだけどね。こちらのハンコ店には婚姻届用の印鑑の制作を依頼する人も多いといいます。この婚姻届のハンコのお仕事っていうのは重要なんですか？重要、うん、重要もそうだし、こっちのテンションにもつながるだよね。人生の岐路を僕のお手伝いできるわけだから、なんで保証人みたいなもんですよね。人生の節目のやりがいがある仕事だから、それがなくなっちゃうっていうのはね、こっちも、お金どうこうではなく大変なショックだよね。